お世話になっております。岩波トンの尾藤です。今日はお兄さんそんなんでいいんすかの話をします。すごいな、これあんますごくないな。新宿でポートレート撮ってるんですけど、僕普段暇な時はブラブラ街歩いて、いい感じの人いたらお願いして写真撮らせてもらうっていうくだりですね。まあそれを始めたきっかけはまた今度話すとして、フリーのカメラマンになりたての頃に半年か1年ぐらいがっつりやってたんですよ。毎日毎日行って毎日毎日撮ってっていうのをやってて、でもなんか1年ぐらい頑張ってると、おかげさまで、なんかおかげ、いやおかげさまじゃない、僕ん誰のおかげ、まあいいや、あの仕事がまあどんどん仕事が入ってきたから忙しくなってきたんですよね。忙しくなってきたけどもうちょっとやろうかなとは思ってたんだけど、でもあるタイミングで、まあどうでもいいきっかけなんですけど、なんかもう撮りに行くのやめちゃったんですよ。あの街に写真撮りに行って声かけて撮るのって結構しんどいから、もうやめちゃったらそのままずるずるとやらなくなっちゃって、それから5年か6年経ちました。経ちましたっていうか、まあ、経った頃の話ですね。まあ、とあるきっかけでやっぱり街で写真撮ろうと思って撮りに行ったんですよ。だけどもう5年もやってないし、まあ、そもそもなんか知らない人に話しかけるの怖いし勇気出ないなって思ってカメラ持ってぶらつく日々だったんですけど、でもまあとりあえず行かなきゃ撮れないから行こうと思って新宿行ってカメラ持って写真撮れないみたいな感じだったんですけど、ある時に無料案内所の前に立ってるお兄さんがなんかすげえいい顔してて、力のある顔っていうか、なんか生命力って感じの顔してて、まあ通り過ぎるんですけど、その人のが無料案内所の前で立ってるのを見ながら、うわ写真撮りてえなと思って通り過ぎて、一回通り過ぎた後向こうそのちょっと離れた場所でタバコ吸いながら、これでも次の人に声かけよう次の人に声かけようってずっと先延ばしにしてて、それでなんか40年経ったらどうしようと思って勇気を出して声かけたんですよ。ちょっと離れた場所からタバコ吸い終わってこうトコトコトコって歩いてって、礼儀正しくっていうか、まあ普通にすいません僕写真家って言ってねえな、多分すいません僕カメラマンなんですけど写真撮らせてもらえませんかと話しかけて、でなんでって聞かれて、いやなんかすごいパワーのある顔をしてたのでって言ったのか忘れたけど、まあ言ってお願いしたんですよ。そしたらなんかそのお兄さんは、うん、まあ全然いいんだけど、撮るのは全然、あの僕の写真撮るのは全然いいんだけど、一応言っとくと僕はとある組織に所属してると、暴力なんとかみたいな組織に所属してると、でまあ別に僕の写真撮ったところでなんかそのどうなるわけでもないけど、まあ、一応なんかそのことは踏まえて別に撮りたいんだら撮っていいよって言われて、でもう僕心が弱々なんで、弱々っていうかもうくじけ続けたんで、ずっとそこでくじけるんですよ。あじゃあ大丈夫ですみたいな話で、あそうですかとか、じゃあやっぱりあのちょっとお願いしといてなんですけど写真撮るの大丈夫ですみたいな話をしたんですよ。ありがとうございましたつって帰ろうとしたら、そのお兄さんが帰ろうとした僕を引き止めて、お兄さん、まあ俺のこともお兄さんって呼ばれてたんで、まあお互いお兄さんですね。そのお兄さんが僕にお兄さん、お兄さんが写真家になりたいって気持ちはそんなもんなんですかみたいな感じでこうなんか熱く説得されて、そんなんでくじけるようじゃ有名な写真家とかになれないんじゃないですかみたいなことを言われて、なんか説得されて、で勇気出して撮った方がいいんじゃないですかって言われて撮らせてもらったっていう話ですね。なんか渋々みたいな空気出てるけど、すごい素敵な写真が撮れましたけど、なかなかね勇気って出ないですよねっていう、しかもやっぱ勇気ってこう自分で出すというよりは人に背中を押されたりとかしないと一番最初のところって出ないよねっていう話ですね。はい、以上になります。